世界の鉄道一覧イギリスの鉄道西海岸本線で離合する390系の都市間列車と66系牽引の貨物列車路線図イギリスの鉄道は1825年に開通した世界で最も古い鉄道である。本校ではグレートブリテン島の鉄道について扱う。詳細はイギリスの鉄道史を参照鉄道発祥の国イギリスでは1804年に リチャード・トレビシックにより蒸気機関車が発明された。世界初の本格的な鉄道は1825年開業のストックトンダーリントン鉄道である。1830年には旅客輸送を行う初の路線となるリバプールマンチェスター鉄道が開通し、この成功により後の鉄道建設ブームをもたらした。1840年代の鉄道橋時代は、 鉄道網が急速に伸び、1848年には鉄道の総延長が運河の総延長を超える約 8200km に拡大した。初期には無数の鉄道会社が存在していたが、19世紀から20世紀前期にかけて集約が進められた。第一次世界大戦後の1923年には1921年鉄道法により、約120の鉄道会社が統合され、 グレートウェスタン鉄道、ロンドンノースイースタン鉄道、ロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道、サザン鉄道の4社による4大鉄道に集約された。第二次世界大戦の前後より、道路交通の発達で鉄道の需要は減退し、イギリスの鉄道は経営悪化に直面した。鉄道は、第二次大戦後の1948年に国有化され、イギリス国鉄が発足した。戦後は、 自動車の普及や近代化の遅れにより赤字が続き、1960年代には当時の国鉄総裁リチャード・ビーチングの名を取る不採算路線の大幅削減が行われ、路線網は縮小された。1970年代には高速列車のインターシティ125が運行を開始した。1980年代にはイギリス国鉄の地域別組織が部門別に置き換えられ、 都市間鉄道、ロンドン及び南東部、地域鉄道、郵便荷物、貨物の各部門が成立、経営の効率化が図られている。1990年代には鉄道の民営化が計画され、1993年には1993年鉄道法が成立。翌1994年にイギリス国鉄の分割民営化が実施された。民営化では線路、 インフラ部門と旅客、貨物輸送部門を分離する上下分離方式が採用され、線路とインフラは線路保有会社レールトラックに、旅客輸送は入札により多数の列車運行会社が一定期間の営業計を獲得するフランチャイズ制度を導入、貨物輸送も複数の民間会社に分割された。分割民営化後のイギリス鉄道では重大事故が多発した。 特に2000年10月のハットフィールド合戦事故は破損したレールの未交換が原因であり、レールトラックは事故翌年の2001年に経営破綻した。事業は2002年設立の非営利企業ネットワーク、レールに継承されている。1994年にイギリスとフランスを結ぶ英仏海峡トンネルが開通し、鉄道網が大陸トリック続きになった。2003年には イギリス初の高速鉄道として、英仏海峡トンネルとロンドンを結ぶ CTRL の第1期区間が開業。2007年にはロンドンまでの第2期区間が完成した。高速鉄道は他にロンドン、マンチェスター、バーミンガム、リーズの間に180メートル PH で走行する2本目の計画があり、2つの政党が支持している。 西海岸本線では1998年により行われていた改良工事が2008年に完了し、所要時間の短縮が実現している。詳細は、イギリスの鉄道路線一覧を参照イギリスのグレートブリテン島は先の尖がった三角形であり、首都ロンドンはその南東にある。主な鉄道路線はロンドンから多くの方向に放射状に伸びている。 期間は標準機を採用。2002年現在の総営業距離は 17,052km で、このうち 3,229km が交流 25KV50Hz、2,035km が直流 750V で電化されている。路線の電化率は2005年時点で40%に満たず、周辺諸国と比較して低い。 非電化の使用路線の電化が計画されている。インターシティ225、イギリスの鉄道フランチャイズ及び、イギリスの列車運行会社一覧も、参照1994年の国鉄民営化で、発足した旅客列車の運行会社は、列車運行会社と総称され、代表団体の列車運行会社協会に加盟している。アタックに加盟する列車運行会社は統一ブランドである。 ナショナルレールのブランドを用いて列車を運行し、運賃制度の共通化などが行われている。運行区間は列車の運行系統を基準にしているため、都市間列車の会社と地域輸送列車の会社が同じ線路を走らせる例が随所に見られる。発足当初は25社あったが、営業権の統合などで減少している。フランチャイズの入札は運輸省が行い、 政府の補助金が最小となる収支計画を示した企業に営業権が認可される。フランチャイズ監督は当初は旅客鉄道フランチャイズ委員会が行っていたが、2000年運輸法で戦略鉄道庁へ2005年鉄道法で運輸省へ移管されている。フランチャイズによらないオープンアクセス方式の運行会社もあり、ユーロスターやヒースローエクスプレス、ハルトレインズなどがそのケースに当たる。 ロンドンビクトリア駅の正面ビクトリア町時代の駅は、むね市街地中心部の周焉部に位置する。主要駅は、ロンドンのような大都市のほか、小都市でも、分岐駅のような形で位置する場合もあるほか、スーインドンのように、鉄道工場の開設を機に大都市に発展した、ケースもある。旧イギリス国鉄は、約2551駅あった。ロンドン地下鉄地下鉄が、ロンドン。 グラス号にあるほか、複数の都市で、都市鉄道、路面電車が運行されている。66経験員のコンテナ貨物列車貨物部門の民営化は、民間会社に直接売却される形で行われた。シャーツ会貨物を扱う3部門は、イングリッシュウェルシュスコティッシュ鉄道となり、コンテナ輸送を扱う部門は、フレートライナー社が継承している。その他には、ギガバイトレールフレート、 核廃棄物輸送を主とするダイレクトレールサービス、採石輸送のメンディップレールなど複数の輸送会社が存在する。フランチャイズの期限がある旅客列車運行会社は車両への巨額な投資が困難なため車両を保有し運行会社に貸し付ける車両リース会社が設立されたエンジェルトレーンズ、HSBC レール、HSBC レール、後のエバーショルト、 エヴァーショールとレイルグループ、ポーターブルックの3社があり、いずれも銀行など金融機関の参加にある。他、タンキリース契約を行う小規模会社も存在する。タリースリン鉄道イギリスには多数の保存鉄道がある。最初の保存鉄道は狂気のタリースリン鉄道で、イギリス初の標準機の保存鉄道はブルーベル鉄道である。ABCD 最新世界の鉄道2005年6ページ最新世界の鉄道2005年158ページ ABCDE 最新世界の鉄道2005年159ページ鉄道再生による新たな交通システムの構築を目指す英国の取り組み2001年3ページ ABCDEFGHI 最新世界の鉄道2000ありがとうございます